回のオラチャンネルは日本一の大仏がある福井県勝山市の聖大寺にやってきました。ここは勝山市出身の実業家の方がなんと個人で建てられた広大なお寺です。まず門前町に来ましたが、立派な建物が並ぶ割には人はまばらです。というのも越前大仏は全国的なスポットとは言い難く、知られざる観光地となり人のにぎわいはありませんが、この雰囲気がなんだか不思議で千と千尋の神隠しの世界のようです。お寺の入り口である立派な大門が見えてきました。オラちゃんも大きな門にびっくりしているようでしたが、いよいよお寺の中に入っていきます。門の中に入りましたが、スケールがとっても大きく不思議な雰囲気です。大門の両脇にはこれまた巨大な仁王像が立ち構えていました。大門をくぐった広場の先にはこれも巨大な中門が見えます。左を見上げると五重の塔も見え、広場の両脇には雰囲気のある回廊がありました。とにかく大きい寺院で、とても個人の方が建てたものとは思えません。高さ52メートルの超巨大大仏殿に到着しました。東京ディズニーランドのシンデレラ城の高さが51メートルなので、それ以上に大きい建物で圧巻です。近づくほどその巨大さの圧迫感がものすごく、オラちゃんと比べたらこんな感じです。それでは大仏殿の中に入っていきます。中に入ると正面に大仏像が鎮座されています。この越前大仏は高さ17メートルで、座像としては日本一の大きさを誇り、あの奈良の大仏よりも大きい大仏ということになります。たくさんの像で埋め尽くされています。オラちゃん、日本一の大仏さんに会えてよかったね。巨大な鐘があったので、ちょっと鳴らしてみました。
見つけたので、オラちゃんと一緒に登ってみます。階段を上がってみると、大仏さんと目が合うくらいの高さです。オラちゃんと一緒に越前大仏見てきましたが、日本一の大仏だぞとあって、圧倒的なスケールを前に清々しい気持ちになりました。大仏殿を出た後は、この長い回廊を歩いていきます。回廊を少し歩いた先に、急流壁という場所にやってきました。急流壁は実際北京市にある壁ですが、ここのは中国政府の許可を受けて再現されたものです。急流壁を出ると、すぐそばに立派な五重の塔が見えます。せっかくなので、五重の塔の一番上まで行ってみます。塔の一番上まで上がるの、正直大変だなと思ってましたが、なんとありがたいことに4階まで行けるエレベーターがありました。1階分だけ登るだけなので、楽に一番上まで上がれます。五重の塔の上からは寺院だけでなく、勝山市内も一望できる高さです。オラちゃん、素敵な景色見れて気持ちいいね。オラちゃん、ここまで元気に寺院を巡りましたが、電池の残りが少ないので、ここで充電させていただきました。越前大仏だけでなく、五重の塔からの景色も楽しめ、オラちゃんも私も大満足に過ごせました。越前大仏で楽しんだ後は、勝山市内の八助さんというお蕎麦屋さんにやってきました。八助さんは自家製の蕎麦粉なので、香りもよく、とっても美味しいお蕎麦でした。ということで、越前大仏をオラちゃんと一緒に巡りましたが、とっても巨大なスケールの寺院を巡れて、いつもと違った非日常を楽しむことができました。